ター用のギター、ファーズですね。なんかこういうのついてたりそうです、スタンドに取り付ける用のやつです、ね、ああこれマイクスタンド、あスチールのスタンドか、そうですね。でここにインプットがあって、はい、でこれがスイッチ、それがオンオフスイッチですね。でアウトプット、はい、で、オフの時のあオフ時のボリューム調整、こっちか、あでも大きくなった方がいいよね、ゼロにならない、今オフで、はい、オンにしましょう、オンバリってた でそれ上がる、ギター用じゃないけどなんかめっちゃかっこいい音がする、ファズ、うまみがある、こっち上げる、めっちゃちっちゃいんですけど、箱がなんか全部ポットがでかい、普通のエフェクターに使われてないようななんか高そうなポットがついてる、あ高そうな、これがあんま聞いてないの、そうこれなんでやろう、このボスっていうのが怖いの、そうでもなんかバイパス音なんかいい感じじゃない、やっぱそれもアクティブ太くなってる、うん、太くなってる、はい、これが調整できたな、ちょっとトーンが、そうですね、ちょっと思いっきりやってみる、確かに全然聞いてない、
使い勝手はあれですけど音がいいですね。音いいやっぱただめっちゃ高いんで、あ、高い、新品で買うと5万ぐらいですね。そんなえ、これは何年ぐらいのやつだ。でも現行品なんで今も、あ、今も売ってる。なんかこれ3って出て、なんかこれで検索すると2の動画が出てきます。2、あ、じゃあこれはなんかもっと細長い形、新しい。